警戒区域とは、災害によって体などが被る危険を防ぐために、災害を沈めるための作業員など許可を得た者以外の、出入りを禁止したり、制限したりしている区域である。水害、風災、土砂災害、火災、火山災害、核災害など全ての災害が含まれ、天災か人災かを問わない。戦後日本では、災害対策基本法第63条に基づいて、 災害による退去を命じられる区域を言う。同法第60条の避難の指示とは異なり、罰則付きで区域内への立ち入りが制限、禁止され、許可なく区域内に留まるものには、退去が強制されるため、同法第63条の適用の是非をめぐっては、慎重の上にも慎重な姿勢が取られる。事実上の避難命令に該当する。なお、 人が居住する地域に警戒区域が設定されたのは、雲前復元岳平成新山の噴火活動によるものが初めてで、全島避難により大きなニュースとなった1986年の伊豆大島、三原山の噴火でも、法令上は避難の勧告にとどまったとされている。2005年以降は、従来からの災害に加えて、重要影響事態やテロリズムが引き起こす災害が、 対象に含まれるようになり、仮に国土の一部が戦闘地域になれば国民保護のため警戒区域になることが定められた。重要影響自体が突発的に発生した場合は差し当たって屋内退避を行い、叱る後に警戒区域外に退避することとなる。また自然災害以外のものでは不発弾処理が行われる際に一時的に警戒区域が設定される。なお 無断で警戒区域に侵入した場合は、下記の罰則が課される場合がある。以下のものは立ち入りを制限しない、福島第一原子力発電所事故による、警戒区域の検問所2012年2月27日撮影2006年、暴力団、同人会の会長人事に反発した一部組織が、誠同会を結成したことで始まる構想により、 一般人ら14人が死亡するなどの暴力事件が一部地域で多発、地域住民から対策を求める世論が広がった。これらの事態を受け、第一次野田内閣は、暴力団対策法改正法案を国会に、上庭、2012年7月26日に、自由民主党などの賛成により制定され、同年10月30日に施行。同改正法により、 都道府県公安委員会は特定危険指定暴力団もしくは特定構想指定暴力団を適用期間を限定して指定することができるようになったが、その際当該暴力団等の縄張りや構想発生地域に対し警戒区域を指定することになった。なお、各特定指定に最新な当て人の意見聴取や官報による工事等従来のルールが順用されるが、 国家公安委員会の確認及び審査専門委員の意見調子手続きは順用されず省略実施となる。指定団体構成員による警戒区域内の人の生活や企業等の業務遂行に対し、見かじめ要求などの暴力的要求行為、暴力団に対する損害賠償請求者を威嚇するなどの妨害行為は改正暴力団対策法の直罰規定により、 従来行われてきた中止命令等の行政処分による警告なしで3年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその陛下となる。また、警戒区域内において指定暴力団等が当該指定を受けている旨を告知する表彰を剥がす行為は指定団体の構成員であるか否かを問わず何人も100万円以下の罰金となる。また、 警戒区域内において、指定団体の構成員が、暴力的要求行為を行う目的で、面会を要求する行為、電話をかける行為、電子メールを送信する行為、許宅や事業所前のうろつき行為、5人以上の多数、集合行為、つきまとい行為は禁止される。公安委員会、または、管区警察署長は、禁止行為の違反者に中止命令などを発令でき、 発令後も反復して禁止行為に違反する恐れがある場合は、公安委員会、または、元区警察署長は、防止に必要な命令を発令できる。いずれかの命令に違反した者は、3年以下の懲役、もしくは250万円以下の罰金または、その陛下となる。第二次、安倍内閣樹立翌日である2012年12月27日、福岡県公安委員会及び、 山口県公安委員会は北九州市の工藤会を特定危険暴力団に指定、福岡県は18市町、山口県は下関市を含む3市を警戒区域に設定した。また同日、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県の各県公安委員会は、久留米市の同人会と大牟田市の九州誠同会を特定構想指定暴力団に指定し、 福岡県は25市町、佐賀県は離島を除く全域、長崎県は7市町、熊本県は16市町を警戒区域に指定した。なお、下関市では2000年に、工藤会系暴力団関係者が、安倍晋三内閣官房副長官宅などに火炎瓶を投げ込む事件が発生している。特定危険暴力団と、 特定構想指定暴力団及び警戒区域の指定は指定期間到達後も延長更新され続け、2013年6月に九州誠同会が解散を宣言、同人会も構想集結を表明した。しかし、公安委員会は指定延長更新を継続。 その措置の正当性を担保させるかのように2013年6月30日になって福岡県警は暴力団対策法の直罰規定を初適用し、工藤会計組員を三日じめ料要求などの疑いで再逮捕した。2014年5月、両団体の会長が今後抗争を起こさないとの宣誓書を福岡県警本部に提出したことを受け、2014年6月12日、 4件の公安委員会は指定を更新しないことを決定2014年6月26日指定は解除された。指定解除時点で構想による粗暴事件は沈静化していたが暴力的要求行為による被害は続いている。国会の各議員は改正法案制定時に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する。 法律案に対する付帯決議を決議し、離脱表明者に対する援護措置や社会的孤立防止を求めていたが、健康案委員会が援護措置や社会的孤立防止のための具体的な施策を作らなかったこと、県警や暴力追放運動推進センターの離脱者救護能力が低いこと、警戒区域指定の副次的効果として離脱者に対する社会的排除が増大したこと、 経済的不平等の拡大や貧困の拡大により離脱環境が悪化したことなど様々な事情により社会復帰は限定的である。ありがとうございます。